ご来場の皆様、東京シティ競馬へ、どうぞようこそお越しくださいました。第1レースから第7レースまで終わりまして、本当にね、いいお天気、そして良馬場というコンディション、一昨日はものすごい馬場だったんですけれどもね、本当に東京大賞典日和となりました。本日はこちらトゥインクルステージにてゲームセンターで大好評稼働中の本格的メダルゲーム、競馬メダルゲームスターホース3と TCK がコラボレーションしました特別ステージをお送りいたします。本日のご案内をさせていただきます浅野康則と申します。よろしくお願い申し上げます。さあ、では早速強力なゲストをお招きいたしましょう。競馬実況の神様、アナウンサーの杉本清さんと、スターホース親善大使の桜井聖羅さんです。ということで2回目のステージとなりました。どこかで会ったっけ、はい、いやもう杉本さんはもう相当な有名人でございますからね。いやもう早速馬券外しましたからね、はい、前のレースかな、15番勝った時に、2着3着はなかったという最悪のパターンになりました。とはいうものの、杉本さんはもう馬券歴、はい、競馬歴もさることながら馬券歴も相当長いわけですよね。馬券歴と競馬歴は一緒なんですよ。はい、馬券に入るのは最初に、とにかくアナウンサーの研修で阪神競馬場へ連れて行かれて、その時に買った最初の馬券が当たったんですよ。それでこれは面白いということになって、学生時代麻雀ばっかりしてましたからね。だからギャンブルは好きだったんで、そういうようなことで、まあ麻雀ギャンブルかどうか分かんないんですけどそれでということになったの。それから以来、だから50今年2年目ですね、競馬をやり始めて。というと、まあ、私どもひよっこが知らないような名勝負もたくさんご堪能いただいたということですね。最初の三冠馬見たっていうのは昭和39年東京オリンピックの時の新山だったですからね。それから三冠馬の実況を何頭したのかな、ディープインパクトは僕してなかったんですよね。成田ブライアンであるとかミスター CB とかシンボリルドルフとかね、三冠馬の実況をしましたからね、はい、いや本当に我々はもうね、懐かしの映像でしか知ることができないという部分でもあるんですけれども、そういった経験を踏まえつつ、今日いろいろなね、苦しい思いも馬券の中で、馬券生活の中でしていらっしゃったと思いますんで、そのあたりも踏まえて、これから予想を披露していただくという時間帯でございます。スターホース親善大使の桜井聖羅さん、はい、2ステージ目となりますが、はい、第1ステージ目綺麗な映像でした、はい、本当にもうスターホース3の映像はすごくリアルで綺麗なんですよね。しかもあの今回は競馬場晴れというふうに出てました通り、当日も晴れで私はすごく嬉しいです。はい、ちなみに雨女なんですか？違いますよ私のせいではないです、きっとということで、はい、杉本さんのおかげで本日このような晴天になったということで、はい、ありがとうございます。いや、これは違いますよ、そんなことはないと思うんでね。だからまだ有馬記念の王を引いてますからね、いやいや、もう本当ダメですね馬券は。そのあたりはご着席いただいて、はい、もう改めてお伺いすることにしたいと思います。有馬記念は皆様ご存知の通り、単勝1番人気、2番人気、3番人気で決まるという有馬記念らしくない結果という、そうですね、それを杉本さんは、うん、もしや当たったけれども大幅、いや、はい、僕は女も買ってましたからね、牝馬を、はい、ミッキークイーンであるとかマリアライトとかね、はい、だからダメですねやっぱり。あ、そこやはりちょっと穴目を狙っていたの、穴目というかね、結果はもう満足してますよ、納得の結果だったんですけれど、はい、結局馬券だけダメだったっていういつものパターンですね。だから今日もおそらくそうなると思いますよ。いやいや、これから皆さんに参考になるような、はい、ネタを披露していただくということになりますので、ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。はい、お願いします。さて、本日第9レース冠レースでございます、セガのスターホース3でございますが、スマートフォンアプリとして来年からスターホースポケットがスタートをする予定となっています。すでに事前登録をいただ